こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では今年 Amazon で買ったアイテムの中で特に僕が気に入っているアイテムをですね5つ皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ今年もですね年末になりましていろんな振り返りをしているわけなんですが、その中でも今年どんなものを買ったのかというのですね、僕は Amazon の履歴なんかを見ながら振り返っているわけなんですが、その中でもですね僕の日々の生活を大きく変えるような商品にいくつか出会っているわけなんですね。そんな僕自身のですね満足度が高いものを今回は見ている皆さんと一緒にですねシェアができればなというふうに思っています。僕はですねファッションの専門家として日々いろんな服を買っているんですが、それ以外にもですね Amazon ですとか楽天ですとか様々なサイトで買い物をしているわけですね。特にですね Amazon ではめちゃくちゃ買い物をしてますね。おそらく僕が住んでいる地域で一番 Amazon の利用率が高いかなと思うぐらい僕は頻繁に購入をしているんですね。その中にはですねこれは買って失敗したなというものもあれば、まあまあだったなというものももちろんあります。意外とですね自分の生活を大きく変えるような素晴らしい出会いってそこまで多くはないのかなというふうに思っています。まあそういった意味では今回ご紹介する5つのアイテムというものはかなり僕自身の日々の生活を変えてくれたような素晴らしい商品だったので、ぜひ皆さんの参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで早速1つ目のアイテムからご紹介をしたいなと思うんですが、僕がですね今年 Amazon で買った中でめちゃくちゃですね活用しているものはこちらのアイテムになりますね。これなんだかわかりますかね。筋トレ用の器具になっていまして、こちらはですね皆さんも見たことがあるかなと思うんですが、腹筋ローラーと呼ばれるものですね。そしてこちらがプッシュアップバーと呼ばれる腕立てをするときに使うようなアイテムになってるんですね。この2つは今年僕が買ったものの中でもかなりですね生活を大きく変えてくれたような素晴らしい出会いだったかなというふうに思っています。今年は例のウイルスの影響でなかなかですね満足に外に出れない日が続いたかなというふうに思っています。ですのでやっぱりですね運動不足になりがちだったんですよね。普段であればランニングをしたりだとかウォーキングをしたりするんですが、それもなかなかしづらいなと思う時がありまして、そんな時にですねなるべく自宅で手軽にですね筋トレができる用品がないかなということでいろいろ調べた結果この2つを買うことにしたんですね。僕は以前から筋トレというものを毎日の習慣にしてるんですね。もうやってることは結構シンプルで腕立てをやって腹筋をやってスクワットをやる、これぐらいのもんなんですけども、だんだんそれを長くやってると飽きてくるのと、あとあんまりですね負荷がかからなくなるんですね。もうちょっと短時間で負荷をかけるためにはどうすればいいのかなと考えた時にこういった腹筋ローラーからまず買ってみたんですね。皆さんもですねこれ見たことはあると思うんですけど、実際にやったことがあるという方は少ないかなと思います。これ地味に辛いですよ。一番最初にこれを試してみた時膝をつきながらこうやったんですが、正直ですね2、3回しかできませんでしたね。それぐらいですね結構この腹筋ローラーってめちゃくちゃきついんですよね。もちろん腹筋にも負荷がかかるんですけど、この二の腕だとか腕周りだとかそういったところにもですねガンガン刺激が来るので、これはですね短期間で筋肉をいじめるにはですねめちゃくちゃ使えるアイテムかなというふうに思っています。これは Amazon で購入したものなんですが、ボディテックというブランドのもので、結構ですね使い勝手が良くてまず軽いんですよね。そして地面でコロコロやってもあんまりうるさくないんですよね。で地面にも傷がつかないですし、これはですねめちゃくちゃ良かったアイテムの一つかなというふうに思っています。価格もですね非常に手頃なので、皆さんもですねぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。そしてあまりにこちらが良かったので、普段やってる腕立てもですねちょっと変えたいなと思って買ったのがこのプッシュアップバーというものなんですね。まあ、これもすごく便利なんですね。通常の腕立てだと床についてまあこういう形で腕立てをするかなと思うんですが、それもですね慣れてしまうとあんまり負荷を感じられなくなってくるわけですね。そこでこれを買いまして、これを使いながらこう腕立てをしてるんですね。こんな感じで、これがですね結構きついんですね。普通の腕立てであれば50回とか60回ぐらい平気でいけるんですけど、この上で腕立てをするとだいたい25回ぐらいで結構きつくなってくるんですね。普段の半分ぐらいの量でも十分ですね負荷がかけられるので、これも買ってよかったなというふうに思っています。このようになるべくですね自宅にいながらトレーニングができる環境というのを今はですね徐々に整えているわけなんですが、これには理由がありまして、今年緊急事態宣言が明けてしばらく経ってから僕はですねジムに通い始めたんですね。自宅ですとか事務所に近いところにジムがあるので、今度こそはジム通いというものを定着させようと思ってジムにですね気合を入れて通い始めたんですが、
残念ながらですね、僕の中ではやっぱり定着がしなかったんですね。どうしても仕事が忙しい時期もあれば暇な時期もあって、暇な時であれば頻繁に行けるんですけど、忙しくなるとですね、圧倒的に行かない機能が多くて、気づけばですね、行かないということが習慣化されてしまって、やっぱりですね、長く続かなかったんですね。結果今回は2ヶ月半でドロップアウトしてしまったわけなんですが、これを経てやっぱりですね、自宅でトレーニングするのが一番最強だなというふうに感じたわけですね。このような器具を使えばどんなに忙しくても必ずですね、10分ぐらいは時間を作ることができるので、自宅で楽にトレーニングができるので、めちゃくちゃ良かったなというふうに感じています。まあ皆さんもですね、どうしても運動不足になりがちな昨今なので、ぜひこういったものなんかをですね、ちょっと買ってみて日々のトレーニングに生かしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目に皆さんにご紹介したいのはこちらですね。まあ、ヘアスタイリング剤になるんですけども、アリミの綿というもののハードミルクというアイテムになります。これもですね、めちゃくちゃ活用しましたね。まあ、僕はですね、ヘアスタイルを整えるのが正直得意じゃないんですね。何度やってもうまい具合にヘアスタイルがまとまらないで、すごくですね、そこにストレスを感じていたんですが、こちらのアリミの綿のですね、ハードミルクを使うようになってから比較的ですね、失敗が少なくなってきたかなというふうに思っています。まあ、この他にもですね、様々なものを使っているんですが、結局ですね、いろんなものを使ってはみるものの、一番使い勝手が良くてベーシックなものといったらこれで間違いがないのかなというふうに思っています。アリミの綿のいいところはいくつかあるんですが、通常のワックスとかって蓋を開けて手のひらに乗せてそれで伸ばすという作業が必要になるんですが、これがいいところってプッシュ式になっているので、気軽にですね、手のひらに出しやすいんですね。この使い勝手の良さというのは地味にですね、僕は嬉しいポイントかなというふうに思っています。というのも、こういったヘアセットって毎朝やるものなので、やっぱりその過程というのはなるべくですね、手間がなくストレスがない方が楽かなというふうに思ってるんですね。その点使い勝手がいいのと、あとはですね、ちょっと実際に使ってみたいなと思うんですが、まあ、このように手のひらに押してみますと、こうミルク状になっているんですね。すごくですね、手のひらでも伸びがいいんですね。ベタつかないんですよ。で、伸びが良くて髪につけても手ぐしも通りやすいですし、ある程度形というのをですね、こう整えやすいというところがすごく使いやすいポイントかなというふうに思っています。ワックス自体が結構固めだとヘアスタイルを作るのも結構難しかったりするんですね。ですので、ある程度のキープ力がありながらも手ぐしが通りやすいかどうかというのは結構重要なポイントなんですが、これはですね、本当にバランスが良くて、不器用な僕であっても使い勝手のいい鉄板のですね、ヘアスタイリング剤なのかなというふうに思っています。あと重要になるのが、1日の終わりにですね、シャンプーをするとき、この時にヘアスタイル剤が結構残りやすいものとスルスルと取れるものがあるんですが、こちらのアリミの綿に関しては比較的シャンプーで持ちやすいので、そういった点も使いやすいところかなというふうに思っています。このアリミの綿のですね、戦闘能力というのをですね、こう図で表すと、かなりですね、トータルバランスが高いようなアイテムになるのかなというふうに思っています。なかなかですね、近くのドラッグストアとかでは売ってないので、皆さんもですね、Amazon でチェックをしていただきたいなと思うんですが、これはですね、全男性にお勧めできるような、まず鉄板となるようなヘアスタイル剤かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目にご紹介したいのが、メラミンスポンジというアイテムなんですね。これです。皆さん、これって見たことあるでしょうか？よくですね、スーパーだとか100円ショップで見かけるような激落ちくん的なアイテムですね。水を含ませてこするとですね、汚れがスルスルと落ちてくるような便利なアイテムなんですけども、これがですね、今年買った中ではめちゃくちゃ良かったアイテムなんですね。まあ、これをですね、僕はどのように使ってるのかというと、もちろんですね、台所だとかお風呂場だとか、そういったところの細かい汚れなんかにも使えてめちゃくちゃ便利なんですけども、僕自身はですね、こちらですね、スニーカーを手入れするときにメラミンスポンジをめちゃくちゃ活用するんですね。これ一つあればスニーカーの手入れは劇的に楽になるかなと思っています。まあ、特にですね、僕が動画の中で皆さんによくご紹介しているこういったホワイトレザースニーカーっていうのは、やっぱりですね、使い勝手がいいんですが汚れやすいというデメリットがあるんですね。もうレザー部分もそうですし、特にですね、このソール部分が汚れやすいんですね。今は白レザースニーカーを持っていますが、ブラックレザースニーカーであってもソールがホワイトだとか、あと僕が愛用している AirMax97 がありますが、あれもですね、ソールがホワイトなので
やっぱりソールの部分はどうしても汚れやすいんですね。それをお手入れするために鉄板なのがまさにこのメラミンスポンジなんですね。特に僕が愛用しているのはアマゾンの2倍圧縮になっているタイプなんですね。これもリンクを載せておきたいなと思うんですが、これがですねかなり弾力性があって強いんですよね。通常のメラミンスポンジって使ってるとボロボロとですねどんどん壊れてきてしまうんですが、これに関しては2倍圧縮ということでかなり目が詰まっていてタフなんですよね。ですのでかなりハードに使っても全然へたれないので、これはですねめちゃくちゃ使い勝手がいいかなというふうに思っています。僕はこれを単品で買うのではなくて箱買いしてるんですね。まあ、箱で買うとそこそこ高いんですが、一箱買えば平気でですね1年以上は持つのかなというふうに思っています。まあこれが使いやすいんですね。まあ、スニーカーのお手入れには様々な方法を試してきたんですが、その中でもソールに関してはこれが鉄板ですね。それ以外にも白レザースニーカーの本体部分の汚れもですねかなりこれで落ちるので、ぜひ皆さんにはですねスニーカーのお手入れの基本としてこういったメラミンスポンジというところも Amazon でチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目なんですが、これはですねこちらの写真にあるような電動式のですねスタンディングデスクなんですね。これはですね買ってめちゃくちゃ良かったですし、僕がですね長年悩み続けていた腰痛というものがなくなるですね大きなきっかけになったアイテムなのかなというふうに思っています。僕はですね長年腰痛持ちだったんですね。この独立する前に僕はですね会社員をやっていたんですが、そこでは結構デスクワークが多かったんですね。ですので結構座ってる時間が多かったので、そこから今年の春ぐらいまではかなりの腰痛持ちだったんですね。ですので腰痛の改善のためにいろんなことを試してみたんですが、なかなかですねこれといった解決策が見つからなかったんですね。まあ、そういった悩みもありながらもですね、今年は例のウイルスの問題で自宅で仕事をすることが多くなったんですね。そうすると例年よりもですね座ってる時間がさらに伸びたために、僕の腰痛がどんどん強くなってしまったんですね。そこでちょっとですね試しに買ってみたのがスタンディングデスクというものになるんですね。まあ、こちらのアイテムに関してはちょっと変わったものになってまして、電動式になっていまして、机の高さをですね変えることができるんですね。これがですねめちゃくちゃ良い出会いになりまして、僕はですねこのスタンディングデスクにしてから仕事をするときにですね座っている時間がめちゃくちゃ減ったんですね。もちろん PC で作業するときも立っていますし、何か考え事をしたりするときとかメモをするときも基本的に立っていることが多くなったんですね。そうした結果結構ですね腰痛が少しずつ弱くなっていったんですね。それをきっかけに今年はですね座る時間というものをなるべく減らすようにしてきたんですね。まあ、電車に乗ってもなるべく立ってるようにしていますし、日々の生活の中でもなるべくですね立ってることを優先するようにしたんですね。その結果ですね今はほとんど腰痛がなくなったんですね。まあ、腰痛の原因って人それぞれかなと思うんですが、やっぱりですね座りすぎというものは間違いなくあるかなと思っています。そしてこの座りすぎというものを避けるためにこのスタンディングデスクというものが僕にとってはですね結構人生を変えるような大きな出会いだったかなというふうに思っています。ただこのデスクを買ってもう半年ぐらい経つんですが、一つだけ分かったことがあるんですが、このデスクに関しては自動で上げ下げができるところがメリットではあるんですが、正直ですね僕はもう下げることがほとんどないんですね。多分下げたのが 3,4 回ぐらいなんですけども、基本的にはもうスタンディングデスクの状態で固定してあって、そこからいじることがなくなってしまったんですね。ですので今からこの商品をまた買うかというと結構疑問で、おそらくですね今ゼロから僕がデスクを買うのであれば普通のスタンディングデスクを買うかなと思っています。やっぱりですね自動で上げ下げできるものなので結構コストがかかったんですね。安くはない選択なので、今であればもう普通のスタンディングデスクを買った方が良かったかなというふうに思っています。ただですねこのデスクをきっかけに僕の腰痛というものが改善されて、日々の生活の中でなるべく立つということが習慣化されたので、まあ、人生を変えるような大きな買い物の一つだったかなというふうに思っています。まあ、皆さんもですね自宅で過ごす時間が増えたりだとか、場合によっては家で仕事をする機会が増えるかなと思うので、そういう場合にはですねなるべく立って仕事をするという習慣をつけていただきたいなと思ってますので、こういったスタンディングデスクというものを検討していただければなというふうに思っています。はい、ラスト5点目はこちらのアイテムですね。
商品名はムージェイというブランドの BB クリームフォーメンというアイテムになりますね。これもですね、今年買った商品の中では結構インパクトが強かったアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、BB クリームって皆さんご存知でしょうか。まあ、言ってしまえば男性用の化粧品の一部なんですけども、肌の色に近いようなクリームになっていまして、これはどういう時に使うのかというと、ちょっと睡眠不足で目の下にクマができたなという時にはこれを塗ったりするんですね。あとは吹き出物ができたりすることもありますよね。そういう時にこちらでカバーしたりだとか、あとは細かいシミだとかも隠せるので、一つあるとめちゃくちゃ便利なアイテムかなというふうに思っています。まあ、ここ数年ですね、男性化粧品というものがじわりじわりと伸びてきてるんですね。なかなか皆さんにとっては縁が遠いように感じるようなアイテムかなと思うんですけども、それは僕にとっても同じだったんですね。去年まではこういったものはほとんど検討してなかったんですが、今年に入ってから結構このように YouTube でお話しすることも多いので、なるべくですね、目の下のクマだとか吹き出物に関してはこういったものでカバーをするようにしています。まあ、僕は YouTube を撮っているのでこういったものを使ってるんですが、最近では Zoom でミーティングをするような機会もあったりするので、そういう場面だと結構ですね、画面と近かったりするので、クマができてたりだとか吹き出物ができてたりすると結構目立つんですね。多くの男性にもこのようなファンデーションというのは一つあってもいい時代がそろそろ来るんじゃないのかなというふうに思っています。まだまだニッチな商品ではあるんですけども、ウーノだとかそういったメジャーなブランドでもこういった肌の色を補正するようなアイテムが出てきているので、これからですね、どんどん市場というものが広がっていくんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、かつてはですね、男性が化粧水を使うのはどうなのかというような議論ってあったと思うんですよね。とは言いつつも、数年かけてだんだんそういったものが男性の文化の中に馴染んできたように、ちょっとクマができた時だとか肌が荒れた時にこういったクリームで補正するという文化は、僕はですね、数年かけて馴染んでいくのかなというふうに思っています。これはですね、特に使い勝手が良くてメンズ専用にできているので、比較的色が濃いんですね。で、塗っていてバレることはまずないかなというふうに思っています。僕自身もこれを何度も使っていますが、一番身近である奥さんだとか子供に一度もバレたことがないですね。結構バッチリ使ってても本当に自然に見えるので、かなり使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まだまだ使っている方は少ないと思いますし、これが定番化するまでには時間がかかるかなと思うんですが、ぜひこちらの動画を見ている皆さんにはですね、先駆けてこういったものにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、僕が今年 Amazon で買ったものの中で人生を変えるようなすごく大きなきっかけになった5つのアイテムをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。どのアイテムに関しても皆さんにとってそこまで日常的なものではないのかなというふうに思っています。それは僕にとっても同じで、去年から考えるとどれもですね、あまりイメージしなかったものが多かったんですね。だからこそ僕の生活を大きく変えるようなインパクトを与えてくれたのかなというふうに思っています。 Amazon にはめちゃくちゃたくさんの商品があるので、その中から何を選べばいいのかってなかなか分かりづらいかなと思うので、まあ、これからも定期的にですね、このような僕自身のですね、マニアックな買い物についても動画でシェアをしていきたいなというふうに思っています。またファッションに関する中級者的なアイテムのご紹介であったり、もっとコアなコーディネートに関しては、僕が展開している YouTube のですね、メンバーシップというものがあるんですね。こちらは月額制の YouTube チャンネルになってるんですが、ぜひ興味のある皆さんはこちらの方も下のリンクからチェックをしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。